島陽子に、怖すぎる、の声。結婚発表は、武豊の誕生日だった。女優の島陽子、34、が、3月15日、結婚と、妊娠を発表。しかし意外な事実が判明し、波紋が広がっている。各メディアによると、島は所属事務所を通じ、7歳年下の一般男性と、結婚したことを報告。現在第一子を妊娠中で、来月出産予定だという。島といえば、15年、10月に、武豊、50、との、手つなぎデートが、一部週刊誌で報じられ、非難の声が殺到していた。島さんは16年、7月の、ダウンタウンデラックスで、手をつないでいるように見える写真を使われただけ、と、否定していました。しかしその影響は、大きかったようです。島さんは別のテレビ番組で、清純派扱いされなくなった、と、語っていましたが、その際も視聴者からは、不倫疑惑は、もともと清純派じゃない、と、そう突っ込みが上がっていました。実は今回、思わぬことが発覚している。島が結婚と、妊娠を発表した、3月15日は、武の、50回目の誕生日だったのだ。そのためツイッターでは、怖すぎる、といった声が、相次いでいる。かつて不倫報道があった、武豊の誕生日に発表ですか。重いですね。来月出産なのに、今日発表って、狙ってる感、ありあり。武豊、50歳の誕生日に、敵婚発表をぶっ込む島陽子の魔性という領域を超越した、ロックな生き様、ここに極まれり。偶然の一致かもしれないが、当の武豊は、どんな反応を見せているのだろうか。